最強。どうもこんにちは。最近サムネイルをフォトショップで作るようになった篠原です。今回ですね、最強の英単語帳ということで、どの英単語帳も世の中に星の数ほど、はないけど、まあ単語帳っていっぱいあるけど、どれがまあ一番いいのかという話をしたいと思います。とは言いながら、本当は最強って決めにくいんですよ。というのも、どういう学力なのかとか、どういうものを学校でもらってるのかによって、まあこれがあなたにとって最適ですよっていうのは変わるんですね。で、実際篠原計画立案とかっていうのをやっていて、で、その中ではまあ一人一人ね、この単語帳しましょうっていうのを決めてるんですよ。で、そういうのをやった方が本当はいいんだけれども、まあ一応その中でもまあキルレが高いというか、多くの人にとってまあ効果的だろうという単語帳をここで紹介したいと思います。今ね、編集で画像を出してますけど、まあこんな感じで篠原計画立案むちゃくちゃやってるんですよ。で、その中でまあ受かってるやつもいるしっていうところで、まあ経験はね、多分これだけある人いないんで、まあその中でのキルレが高いものということで、まず基本レベル、高1高2レベルが固まってない、あるいはちょっと中学英語も怪しいぞっていう人はですね、こちら、ターゲット1400がいいかなと思います。というのも、まあ篠原ね、実はこれ使ったんですよ。これがまあ俺の使ってたターゲット1400なんですけど、このボロボロ具合、こんなになるまで使ったんですよね。で、まあこれのおかげでまあ京大受かったんで、まあ一応これがいいんじゃないかなと思います。ターゲット1400が基本レベルがいいかなと。で、この基本レベルを抑えたぞっていう人が応用レベルでやるのでいいのは、まあ最強これかなと思います。鉄壁だと思います。鉄壁なんでいいかっていうと、ニュアンスとかね、そういうことも書いてるし、熟語とかも書いてるし、まあ多義語とかもいろいろ載ってるんで、非常に情報量が多いプラス、まあ何を勉強するか分かりやすいと。で、しかも篠原はこの本を使って、TOEIC で810点ですね、取りました。まあ TOEIC で810取れるぐらいの勉強ができるっていうことは、まあ日本中どこの大学でも十分対応できるということなんで、まあぜひね、この鉄壁応用レベルだったらいいんじゃないかなと思います。さらにですね、この超応用レベルっていうところで言うと、英検の準一の単語帳がいいと思います。これは慶応の SFC ですね、総合政策とか環境情報は、こういう準一の問題集というか単語帳ですね、こういう準一の単語帳を使った方がいいかなと思います。ちなみにまあ、こういう出る順のやつもある、これは1級ですけど、こういうのもあれば文で覚えるやつもあって、まあ文で覚える方が好きなやつはこれを使えばいいし、単語でだけで覚えるのが好きな人はこういうのを使えばいいと思うんですが、まあこういう、準一のね、単語帳の勉強をしておいた方が、FFC はいいと思います。で、あとはですね、やっぱりシステム英単語、あとはターゲット1900、篠原はターゲット1900で京大受かりましたんで、ターゲット1900とかよく使ってる人が多いのがリープ、あとは、意外と人気なのが速読英単語ですね。この辺がまあキルレが高い、単語帳かなと思います。結構成績も上がってるし、まあ本人もまあ楽しく勉強ができている教材っていうとその辺かなと。はい、ということでね、最強の英単語帳でした。まあこの辺がいいんかなと思います。で、一番いいのは、自分が何をするべきかという最適な単語帳を選ぶことなんですよね。だからやっぱりこの応用レベルのやつを高1からやるのが本当に正しいかっていう、正しくないことが多いんですよ。基本レベル大丈夫かっていう話にもあるし、東大行きたいです、でもターゲット1400今やってますっていうのはやっぱちょっと違うんですよね、みたいな感じで、状況状況に応じて使うものを適切に変えていかないといけないっていうことがあります。だから実際ここに紹介してないけど、あのデュオですね、デュオって本当は受験用ではないんですよね。受験用じゃないデュオを使って、やっぱり半大を買ったやつとか塾生でいるんで、まあ正直ね、何を使うかっていうよりもどう勉強するかとか、それをしっかり定着させるってことの方が意外と大事だったりするんで、まあこのキルレが高いやつを使ってもなお伸びないって人は、単語の勉強の仕方を変えた方がいいですね。まあそれに関してはまたリクエストが多かったら動画化しますということです。で、この企画自体が、Twitter で画像を出したんですけど、まあこんな画像ですね、この画像を出して、まあ、結構評判が良かったんで、まあ動画化もしてみましたというところになります。で、こんな感じの、まあ、表みたいなのを、英語の文法とか、まあ他の数学とかね、そういうので作ってほしいってことがあれば、どの分野で作ってほしいかっていうのをこのコメント欄で教えてください。まあみんなが作ってほしいっていう声が多いものを優先的にね、作っていこうと思うんで、よかったらこの動画のコメント欄で、どういう単語帳じゃない、どういう問題集の、まあ、こういう表をね、作ってほしいかというのを教えてくださいというところです。ぜひね、単語しっかり覚えましょう。単語を覚えたら成績がガンと上がります。実際篠原の塾生ガンガン成績上げてるんで、ちゃんと英語頑張ったらね、ぜひこれで成績上げていきましょう。今回のはこれで以上です。ご視聴お疲れ様でした。